ははいこんにちはレトスの小野です今回なんですけれども宅地造成と工事規制区域特定盛戸土と規制区域造成宅地防災区域この3つの区域の違いについて解説させていただきます。で今回の話は盛戸土規制法の話なんですけれども盛戸土規制法の内容に限らず法令上の制限全てにおいて言えるんですけれどもなんかイメージできない。で結果的に 意味がわからないからあまり勉強しなくなってで結果的に点数取れない苦手意識を克服できないそういった方多いと思うんですねでも実際法令上の制限って丸暗記でも覚えてしまったら満点取れる分野なんですねなので苦手意識は初めはあると思うんですけれどもそれでも続けて過去問とかテキストとかを読んで勉強を繰り返していれば必ず点数って上がるんですよ でも一方で人っていうのは楽したいしまた分かりやすい解説を欲しがるんですよねそうすると YouTube とかを見るとすごく分かりやすい動画ってたくさん出てますイメージしやすい動画ってたくさん出てるんですよでも一方でそれを見てあ、なるほどそうだったのかああ、イメージしやすいな分かりやすいなって思ったとしても実際問題解こうと思うと解けない そういった方も多いと思います何が言いたいかっていうとイメージだけの勉強では本試験では通用しません逆に法律が丸暗記できていれば得点できるっていう話なんですでも法律丸暗記って正直厳しいじゃないですかであれば法律をできるだけわかりやすくイメージするつまりイメージを補足的に使うっていうのがすごく重要なんですね あくまでも条文のの内容を頭に入れるっていうのが大前提なんですよそのためにイメージを使うなんです多くの方がこのイメージが目的化しててイメージの動画 YouTube 動画解説動画とかをたくさん見たりとかするんですよそれだけではなかなか合格って難しいんですね一方でイメージはあまりできていないでもテキストとか過去問とかを丸暗記しているっていう方の方が点数取れるんですよ だから勉強する上で一番中心となるのは条文をちゃんと頭に入れていくっていうところなんですね実際問題文って条文の言葉がそのまま使われているんですごく難しく思えるんですでも日頃からその文章を読んで分からない単語とかを調べて勉強を進めていれば点数って取れるようになってくるんですよでこの努力ってやっぱ惜しんじゃダメなんですよねここを省略しちゃうと 結局、条文が頭に入らず、結果的に得点できないってなっちゃいます。なので、あくまでもイメージは補足的な勉強なんだってことを頭の片隅に置きながら、法令上の制限は勉強していただければと思います。で、ちょっと前置きが長くなったんですけども、今日は、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域、造成宅地防災区域の3つについて解説していきます。 内容としてはやはり条文の内容重要だってお伝えした通り条文の内容を解説していきますなので初めは分かりづらいな理解しづらいなって思うかもしれないんですけどもできるだけ分かりやすくイメージできるように解説させていただきますでもそのイメージっていうのはあくまでも補足ですからね重要なのは条文なんでちゃんと条文を読むこれをぜひ行っていただければと思いますそれでは解説に入っていきます でまずは3つの区域のイメージの違いから解説していこうと思います。宅地造成と工事規制区域、特定盛り土等規制区域、造成宅地防災区域。この3つの違いですね。この下の図、これを見ながら解説していきます。まずここ、宅地ってちょっと見づらいかもしれないんですけども、書いてあるこのあたりですね。この赤の枠の中です。これ、宅地造成と工事規制区域なんですけれども、 市街地、または市街地になろうとする区域。ここにおいて工事をしたりとか、地震とかあった時に災害が起こりそうな区域。ここについて、宅地造成等工事規制区域を指定するんですね。なので、まあ、イメージとしては、災害が起こりそうな市街地だったり、市街地となろうとする区域。これが宅地造成等工事規制区域のイメージですね。で、続いて。 特定森戸等規制区域。これは、宅地造成をする予定はなくって、土を一時的に保管する区域です。土っていうのはまあ残土とかですね。例えば、ここで造成工事を行って、土を取り出しました。切り土とかってすると、土を取るだけですよね。その取った土、どこやるんですかこういった山の上とかに、残土の受け入れを行ってくれる場所ってあるんですよ。そういったところにトラックで土を運んで、捨てると。 まあ一時的にそこで保管してもらうってことですね。でそういった場所なんですけれどもここについても例えば地震とか大雨とかあった時にその土がバーって流れ出て土石流みたいになってここの宅地のこの区域ですねここに住んでいる人たちの命の危険性が起こりそうなそういった場所これが特定森の規制区域です。 なので、宅地造成等工事規制区域は、まあ、市街地で指定されて、特定盛り土等規制区域はちょっと山ですね。そういったところで指定されるんだっていうイメージで大丈夫です。で、続いて、造成宅地防災区域。これはもう昔宅地造成された市街地からちょっと離れた区域を言います。こういったところですね。こういったところって昔宅地造成されているわけですから、きちんとした防災基準を満たしていないっていうところもあるんですよ。 だからちょっとした雨とか地震とかで一気に崩れちゃうとか、まあそういったこともあるんですね。なのでまあそういったところを造成、宅地、防災区域として指定すると。まあいったイメージです。とりあえずこの3つの区域のイメージはこれぐらいで大丈夫です。重要なところっていうのはやっぱり条文の内容なんですね。そこを一つ一つ見ていこうと思います。まずは宅地造成と工事規制区域からです。 宅地造成等工事規制区域っていうのは条文ではどのように書かれているかっていうと基本方針に基づきかつ基礎調査の結果を踏まえ宅地造成、特定盛り土等または土石の堆積以下宅地造成等という宅地造成等というっていうのはこの3つですね宅地造成と特定盛り土等と土石の堆積この3つを合わせて宅地造成等と言いますよと。 この宅地造成等に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地、もしくは市街地となろうとする土地の区域、または集落の区域、っこ、これらの区域、これらの区域っていうのは集落の区域ですね。集落の区域に隣接し、または近接する土地の区域を含む。であって、であってっていうのはこれらの区域であって、 宅地造成等に関する工事について規制を行う必要があるものとして指定した区域。これが宅地造成等工事規制区域になります。まあ、これをパッと読んでも、これ全く意味がわからないし、もう読むだけで嫌になりますよね。嫌になるんだけれども、ここをちょっと踏ん張るってことが重要なんですよ。で、まず、 基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえっていう部分なんですけども、これはあまり気にしなくてもいいです。その後です、重要なところは。先ほども解説した通り、宅地造成等っていうのは3つありましたよね。宅地造成等、特定盛土等と、土石の堆積。この3つを合わせて、宅地造成等って言うんだよと。で、イメージとしては土地に関する工事なんですよと。 で土地に関する工事に伴って災害が生ずる恐れが大きい市街地もしくは市街地となろうとする土地の区域または集落の区域ちょっとここで一旦ストップすると土地の工事に伴って災害が生ずる恐れが大きい市街地この辺ですよね市街地もしくは市街地となろうとする区域つまりここのことを言ってんだなってことなんですね 何か工事をすると災害が生ずる恐れが大きい区域ってことです。で、さらに集落の区域も含むんだ。で、この図から集落ってなかなかこれ分かりづらいんですけども、まあ例えばこの辺にしましょうか。まあこの辺でもいいですよ。この辺集落があったと。で、これに隣接する、または近接するっていうところなんで、まあこの辺にしましょうか。まあこの辺でいいじゃないですか。近くなんで。まあこういったところも含みますよと。で、これらの区域っていうのは、 こういった土地の工事を行うことによって災害が生ずる恐れが大きいって言ってるわけじゃないですか。だからこういったところについて工事を行う場合、規制が必要ですよね。だから規制が必要なところを宅地造成と工事規制区域として指定するっていう話なんです。OK でしょうかこのあたりで土地に関する工事を行うと、工事をしているときに災害が起こったり、また、 工事が終わった後についても地震とか大雨とかで災害が発生する恐れが大きい。だから工事に関する規制が必要だ。そういったところを宅地造成等工事規制区域として指定するんだっていう話なんです。で、次のポイントっていうのは、この宅地造成等工事規制区域っていうのは、特定盛土等規制区域が指定されているところでは指定することできません。 また、造成宅地防災区域が指定されているところも指定できない。つまり、特定盛り土等規制区域以外の場所で、かつ造成宅地防災区域以外の場所だっていうことです。はじめの図、ちょっと見ていただきたいんですけども、この赤の部分ですね、ここっていうのは、青の部分、あと黒の部分、重複してないですよね。これとは別の場所でしてますよね。この特定盛り土等規制区域も別の場所で指定していますよね。 そういったことです。青と赤、黒と赤っていうのは重複しませんよ。重なりませんよっていうところがポイントになってきますんで、ここ覚えておきましょう。宅地造成等工事規制区域っていうのは特定盛り土等規制区域と重なりませんよ。さらに、造成宅地防災区域とも重なりませんよっていうところですね。ここ覚えておきましょう。で、続いて、特定盛り土等規制区域の内容です。一応条文読むと、 基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域外の土地の区域であって、土地の経営者度、経流の位置、その他の自然的条件、および周辺地域における土地利用の状況、その他の社会的条件から見て、当該区域内の土地において特定盛りと等、または土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により、 市街地等区域、その他の区域の居住者、その他のもの、かっこ居住者等というの生命、または身体に危害を生ずる恐れが特に大きいと認められる区域について指定するよという話です。これも文章長いじゃないですか。これも嫌になってきますよね。嫌になるんだけれども、ちょっと我慢しましょう。まず一つ一つ見ていきますよ。基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、まあ、これはもうとりあえず、えー、大丈夫です。 宅地造成等工事規制区域でもありましたよね。まあ、これはもう気にしなくて大丈夫です。その後ポイントですね。この特定盛土等規制区域っていうのは、宅地造成等工事規制区域以外の区域じゃないと指定できないってい話です。つまり、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域は重複して指定することできないよ、重ねて指定することできないよってことですね。これはもう先ほど解説した内容です。 なんでまあ復習みたいなもんですね。で、続いてです。土地の傾斜度、経流の位置、その他の自然的条件、および周辺地域における土地利用の状況、その他の社会的条件から見てって書いてありますね。これちょっとわかりづらいんですけども、土地の傾斜度と経流の位置っていうのは自然的条件なんですね。土地の傾きとか、 経流。まあ川ですよ。川の位置っていうのは自然的なものですよね。自然のもんじゃないですか。だから自然的条件って言ってます。で、周辺地域における土地利用の状況。もうこれっていうのは土地を利用している状況なんで、これは社会的な話ですよね。だから社会的条件って言ってます。この二つ。自然的条件と社会的条件の二つから見て、この区域内の 特定盛リ土とまたは土石の堆積が行われた場合にはこの工事だったりとか土を搬入したりすることによって市街地等区域その他の区域って書いてあるんですけどもこれってこの赤い部分だと思ってくださいここに住む人々の生命命ですね命とか体に危害が生ずる恐れが特に大きいと認められる区域これが特定盛リ土等規制区域です なんで、ここの区域で、例えば土とかをバーって盛っちゃうと。で、地震とか大雨来ましたと。そして、その土がダーッと流れていって、その下の市街地に住む人たちの命の危険性、または、まあ、怪我とかね。そういったことが発生する危険性が特に大きいと認められる区域を特定盛土と規制区域として指定するんだって話です。だから、イメージとしては、この宅地造成等工事規制区域の上ですね。 山の上あたりに特定盛り土等規制区域が指定されるんだっていうイメージで大丈夫です。ここに土とかをバーって搬入して、どん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 堆積させたと。そしたら大雨降った時にダーッと土石流になって流れてきて、下の人たち危険ですよね。そういった山の部分について特定盛り土等規制区域を指定するんだってことです。で、イメージはできたかと思うんですけども、この言葉なんですよ。例えばこの自然的条件だったり、社会的条件とか、これキーワードですよね。 で、あと、はじめにもお伝えをした通り、宅地造成等工事規制区域の外でしか指定できないよ。つまり、ここを重ねて指定することができないよっていうところですね。こういった言葉、キーワードを頭に入れておくといいと思います。まあ、この赤文字の部分もそうですね。特定盛土等とか、まあ、土石の堆積、まあ、土をこう持ってくってことですよね。あと、生命または体に危険を生ずる恐れが特に大きいとか。 こういったところもキーワードになってくるので、完璧に覚えろとまでは言いませんので、まあこういった言葉含まれていたなっていうことを頭の片隅に置きながら、いろんな問題解いていくと、これに関する内容が出題されたりするので、まあそういった時にちゃんと確認するということをやっていきましょう。で、続いて、造成宅地防災区域です。これも条文、ちょっと長いんですけども読みます。 基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、宅地造成、または特定モリド等、宅地において行うものに限る、に伴う災害で、相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一段の造成宅地、こ,こ、れに付帯する道路、その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を除く、 の区域であって、政令で定める基準に該当するものについて、造成宅地防災区域を指定することができるんだっていうことです。で、まずは、ここです。宅地造成と工事規制区域内の土地を除いてって書いてあるわけだから、宅地造成と工事規制区域と造成宅地防災区域は重複して重ねて指定することはできませんよってことなんですね。この図のように、ここ、造成宅地防災区域ですね。 で、ここが、宅地造成と工事規制区域、こう離れてますよね。重なっていませんよね。離してくださいよ、という話です。ここの中に、造成、宅地防災区域は指定できませんよ、ってことです。でえ、基本方針に基づき、かつ基礎調査の結果を踏まえ、まあ、これはもう気にしなくてもいいです。で、この法律の目的を達成するために必要があると認めるとき、まあ、これもそんなに気にしなくても大丈夫です。頭に入れてほしい部分で言うと、 まずは一段の造成宅地っていうところをキーワードとして覚えておきましょう。この一段の造成宅地の中でも災害が発生した時に相当数の居住者等に被害が発生する恐れがあるものについて造成宅地防災区域を定めるんだってことですね。まあ、ここについて何か大雨とか地震とかがあった時に相当数の人の命が奪われたりとか相当数の人が怪我したりとかする危険性が 大ききいいととと認められれるるるこころででであれば、えー、造成宅地防災区域に指定すす。よっていう話ですただし、政令で定める基準に該当するものじゃないとだめなんですよで。これがちょっと細かい内容なんです。ちゃんと基準が決まってるんですねで。今言った内容って抽象的な内容なんで、さらに政令で細かく基準を決めてるんです。で、その基準がこちらです。政令で定める基準は2つあります。まず1つ目。 森土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなしている。地盤面はこれですね。ここの斜めのこれです。これが地盤面。この地盤面が水平面。まあこれちょっと角度ついてるんですけども、これ水平です。この水平面に対して20度。20度以上の角度があるよと。まあ、つまり傾いた地盤ですね。傾いた地盤で、かつそこに森土をして、森土の高さが5メートル以上のもの。 これが一つの基準です。一応呼び方あって、原付け型大規模盛土造成地って言うんですけども、これ覚えなくてもいいです。ポイントはこの赤文字の数字ですね。ここを覚えておきましょう。で、続いて。盛り土をした土地の面積が3000平米以上であり、ここ盛土をしました。盛り土をした面積が3000平米以上だと。で、かつ盛り土をしたことにより、当該盛り土をした土地の地下水位が、これ地下水位です、ここ。地下水。地下水が流れている場所ですね。 この位置この位置が盛り土をする前の地盤面この黄色の部分が盛り土した部分なんでこの辺りが盛り土をする前の地盤面なんですけどこの地盤面の高さを超えて盛土内部に地下水位が侵入しているものこれよりも上の位置で地下水位がこの盛土の内部に侵入していますよねこういったものもこの基準満たしますよっていう話です この二つのいずれかを満たしていて、かつ、宅地造成と工事規制区域に指定されていなくて、また、地震とか大雨とかの災害によって、相当数の居住者に危害が発生する恐れが大きい一段の造成宅地については、造成宅地防災区域を指定することができますよっていう話です。で、今日は三つ解説しました。 まあ非常にややこしいですよね。ややこしいんだけれども、頑張って、この条文のキーワードでもいいです。はじめは。赤文字の部分とかですね。そこを頭に入れていくと、問題が解けるようになります。もちろんイメージできるのが、もちろんイメージした方が頭に入れやすいかもしれないんですけども、結局は、引っ掛けポイントとなる部分、まあ、つまりキーワードですね。そういったところを押さえておけば、得点できるようになってくるんで。 諦めずに何回も過去問とかテキストとか読んでいただければと思います。この動画についても何回も見ることによってキーワード頭に入ってきます。一度見ただけであ,あ、わかんないって投げ捨てるんじゃなくて何度も見ていただいて頭に定着させていただければと思います。弊社レトスは個別指導を行っております。忙しくてあまり時間がない方 暗記が苦手な方、そういった方でも弊社の個別指導で理解学習を実践していただければ短期間で達見合格を目指すことが可能ですこれまで1000名以上の方に受講していただいた個別指導です暗記に頼らない理解学習と1対1の丁寧な計画管理サービスで無理なく無駄なく悩むことなく合格を勝ち取っていただきますもし次の試験で絶対合格したいというのであれば ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。あなたの事故をお待ちしております。レトスの小野でした。